ブラックバーンローバーズフットボールクラブはイングランドブラックバーンに本拠地を置くプロサッカークラブ。愛称はブルーホワイト。エンブレムには技術と努力を意味するラテン語アルテイティラブアが刻まれている。2020から21シーズンはエフルチャンピオンシップに所属する。1875年に地区の私立中学出身者が中心となり設立。 古くはスコットランドより多く選手を集めていた。1888年に始まった世界最古のサッカーリーグ、フットボールリーグに最初から参加した12クラブのうちの一つである。今は消滅したダーウェン FC とライバル関係にあった。現在は1 3トルほどしか離れていないバーンディー FC を一番のライバルとしている。 攻撃的なチームが多いプレミアリーグの中でも伝統的にボディコンタクトを躊躇しない激しいチームの一つ。第一次世界大戦の頃に二度のリーグ優勝を果たして以来、長い間低迷していたが、1994から95シーズンに当時イングランド代表だった FW のアランシアラーラを要して初のプレミアリーグ優勝を達成。 その後1998から99シーズンに降格するものの、1992年のプレミアリーグ設立以来、同リーグ優勝経験チームとしては初めての降格。2シーズンでプレミアリーグに復帰し、中堅クラブとして一定の存在感を保っていた。2008から09シーズンからポール・インスが監督に就任。 イングランドの黒人がプレミアリーグのチームを率いるのは初めてのことで注目を集めた。2011から12シーズンは19位となり、フットボールリーグチャンピオンシップへ降格。2016から17シーズンは22位となり、フットボールリーグ1へ降格。翌年の2017から18シーズンフットボールリーグ1で2位となり、1年でフットボールリーグチャンピオンシップへと帰還。 その後は若手を中心としたサッカーで、フットボールリーグチャンピオンシップの注意に食い込んでいる。2019から20シーズンは一時期、昇格プレイオフ圏内に近づくなど、古豪として、プレミアリーグの覇者として、プレミアリーグへの帰還、復権を目指している。2021年1月15日現在インアウト、詳細は、カテゴリー。 ブラックバンド・オーバーズ FC の選手を参照後から8月以外は月を表示。20世紀21世紀20世紀21世紀20世紀21世紀20世紀,21世紀, 21, 世紀, 21, 世紀21世紀公式ニュース、その他、ありがとうございます。